水面すれすれから開けた視野は異空間に身を置くようだった。流れに身を任せて橋桁をくぐる。鳥のさえずりが瀬音に混じる。10年ほど前、ゴムボート川下り大会に参加した。その折の記憶は清涼感、高揚感とともによみがえる。タイムレースに挑んだが、当チームはオールさばきもままならない。穏やかな水面に流れをつかみ、ボートを前に進めようとするもうまくいかない。舞台は最上川である。大江町民ふれあい会館付近から中山町の最上川せせらぎ公園まで11キロのコースに苦戦を強いられた。梅雨前線や低気圧に向けて暖かく湿った空気が流れ込み、大気が不安定となって、県内は28日から29日、記録的な豪雨に見舞われた。各地で河川が氾濫し、甚大な被害が出た。普段、流域住民の暮らしを支える河川は、増水すると一変し、容赦なくその営みを飲み込んでしまう。大江町では29日もなお、最上川の濁流が脅威を与えていた。阿寺沢地区で浸水被害に遭った家屋では泥出しが続き、家財道具を片付ける家人のシャツには汗がにじむ。付近に架かる旧最上橋の三連アーチの橋桁に、かつてボートでくぐった記憶を重ねつつ、一日も早い復旧を念じた。